いや、とりあえず探索をしていこうかなと。よし、あ、僕は風なんだ。ヒュンヒュン、だ、ダメだ。お兄ちゃんたち、この剣が欲しいの？そうか、ちょっと待ってね。お兄ちゃん、どうしたんだ？またか。で、なんだ、この伝説の剣が欲しいのかい？なんてこったい。ほんと人間って自分勝手だよね。どうせ最初剣を使って名声とか富が欲しいんでしょ。剣はどうやって使うのかな、大事なのに。そんな簡単なこともわかんねえんだよ、人間は。で、どうするの？決まってるでしょ、こいつらを試すのさ。よし、じゃあ行くよ。おっと、やるか。こいつらね、マサ、ムネで二人合わせてマサムネってのが英語の名前なんだけど、俺はもともとグランとリオンって名前なんだね。ちょっとややこしいな。で、基本的に右のやつが兄貴の方なんだけど、右のやつに攻撃するとね、カウンター攻撃が来るんで、とりあえずやめろ。左の方の、まあ、リオンの方を中心に攻めていくといいと思います。あー、いいやってんだお前。やめんかお前。間違えた、ちょうどいいじゃん。もうガンガン攻めていこうと思いますね。体力なくすとこの勝負つくんで、こいつらなかなか強いじゃないか。ああ、こんなに手こずったのはサイラス以来だな。それでどうするんだい？決まってるじゃないか、本気を出すんだよ。分かった、さあ行くよ。勇気のグラント、知恵のリオン。さあ来ましたね、本気バージョンが。ちょっとこれはね、タフだと思いますよ、結構。初の大ボスの音楽ですね、これは。一応弱点はあるんだけどね、まあ、弱点っていうかな、ちょっとした小技みたいなの。ちょっとそれは後にしようかなと思います。ただあんま余裕ぶちかましてると本当にやられちゃうかもしれないんで。なんかそんな思ったより大したことないじゃんって思うかもしれないけど、まあそのうちにね。これ試してみようと、まあ、必殺技の構え取りましたよと。でこれやったらどうなるのかっていう。とりあえず、やばい、どうなる？おーい。てか、こんな感じでな、結構ぶちかましてくるんでね、こいつ。危なかったな、今ちょっと結構今のは近かったぞ、近いっていうかも際どかったな。あんま余裕ぶっこいてらんないね、とりあえず。
これがグランドリオンの、まだ本気出してないんだけど、この人やめてくれ。ここでね、ちょっと来るのがね、もう一個新しい必殺技を覚えてれば、ちょっと結構なんだ、多少は有利になるんだけど、覚えてねえから。で、はい、今黒の構えたちをぶっ放したんだけど、それで今こいつはね、さっきの必殺技を止めることができますよと。あ、やばいね、来ましたね。ちょっと本気モード来たよ。からはね、どうしようかな。いけ、よし、いいぞ。よし。あ、間違えた。間違えた。やばいな、これは。まあいいや、とりあえず回復しといて。回復しといて。で、とりあえず。あ、やべ。あ、てか、ルッカいける。しょうがない、しょうがない。これは。よし。で、まずいね。で、回復して立て直してルッカでやって、おお、やるね。ルッカ回復で、ナイスだな。さあ、そうそう、倒れてくれないかな。またか。結構マジックポイントも辛くなってきましたよ。よし、あ、やばい、このまま止めろ。いけ、あ、マジか。とりあえず、やべ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 、よし。で、回復。よしよしよし、キャンセルした。よし、いや、魔法が、やべ、回復しないとな、これ。マジックポイント回復しないと。倒してくれ。どうよ、まだ。マジかよ。あー、しょうがない。攻撃して、回復して、どれ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 、はい、とりあえず手回りぶちかませて、ファイヤーやって、ほう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 、あった。魔力回復するしなかったな。とりあえずバッター倒して、よしよし。やられちゃったね。ああ、面白かったな。この人たちなら直してくれるかな。持ち主を見つけてくれるかな。大丈夫だろう。よし。折れている。壊れたグランドリオンを手に入れた。それじゃ、風で運んでいくから頑張ってね、お兄ちゃんたち。おい、とりあえずね、グランドリオンを倒したことで、とりあえず剣を手に入れました。折れてるやつだけど、お前は、あ、ごめんよ、この勇者のバッジ、あの酔いつぶれたカエルのおっさんが置いてったんだ。これは売ったら高くなるかと思ったんだけど、これ持ったらみんなが俺のことをヒーローって、勇者って呼ぶようになっちゃったからさ、なんか
捨てられなくなっちゃって売れなくなる。どうすればいいんだって感じで。なんだって これはもういらないよ。もうこのバチ持ってていいから。なんだってそんなこったらと思ったぜ、このクソガキは。まあ、こいつがね、なんか勇者、まあ、勇者って言われたらしいけど、結局まあ偽物でしたっていう。まあ、勇者バッジってのものも、まあ、なんか勇者の証みたいなものなんだけどね。で、それを持って、まあ、ある人から手に入れたから、勇者と勘違いされたと。おーす、久しぶり。またお前だから。ん？そのバッジは。だが、魔王には誰も手を出すことはできない。それに、グランドリオンは壊れてしまってるからな。どうしようもできない。まあ、俺のことはほっといてくれないか。あ、これは、グランドリオンの一部ね。何か名前が彫ってあるわ。よし。これはあの、魔族の村にいたおじいさんの名前じゃない？これはどういうことだろう、クロノ。ねえ。誰も、グランドリオンを修復することはできないんだ。とりあえずその、魔王を倒す唯一の希望である、剣がね、壊れちゃってるっていうことだよね。だからもう、あのカエル君はもう魔王には手も足も出ない。もうあんなどうすることもできないよって、ちょっとなんだ、悲しいムードに、諦めムードに入ってると。どういうかな。とりあえずね、その魔族の村にいたおっさんのとこに、魔族の村にいたあのおじさんのとこに行けば、何か手がかりは得られるかもしれないね。まあ、あの人は、まあ武器マニアなんで。やばい。また来たぜ。クローゼットらしいな。ちょっとお前このケーキくれよな。ちょっとお姉ちゃん食べたいな。はい、ありがとう。とりあえずね、行こうか。結構あそこの人はいい人なんだよね。ああそうだ、まあ、ちょっと説明不足だった。まあ、こいつがね、あのあいつで、あの橋のとこにいた魔王三大将軍のビネガーってやつの、まあ、子孫ですよって。で、この辺は本当、村の人たちはもう全然人間に対して本当あんまりいい態度を取ってくれないっていうか、まあ、敵対してんだよね、未だにちょっと。まあ、だから人間が住んで、まあ、ここにいるの人は別だけど。お、どうしたんだね、私のコレクションを見に来たのかい。その剣はグランドリオン、どこで手に入れたんだ。まあ、それよりなんでそんなこの剣の名前にあなたの名前が彫ってあるの。それはな、長い話になるな。お前たちはその長い話を聞きに来たのか。いや、そうだね。グラトリアについて、どうやったら直せるのか教えてくれないか。これはな、ドリームストーンというものがあればな、直せるんだけどな。ドリームストーン？どこで手に入るの？こんな、それはもう手に入らないよ。それはな、赤い石なんだけどな。もう、とてつもなく、長い長い昔に存在したものだからな。グランドリオンを直すにはドリストーン、これさっきなんて、まあいいや、まあ、その赤い石を手に入れないと直せませんよっていうことらしいね。で、その赤い石は、まあ、めっちゃ
とてつもない果てしなく昔に存在していた石なんで、もう今となっては手に入ることはできないよと。そのとてつもなく長い昔のところに行ってみようか。その前ちょっと、多少はねちょっと強くなったと思うんで、ちょっとこいつにリベンジしてみようかなと。ふふん、オールタルカオってんかい。ワクワク。次はね、まあまあまだ手強いんだけどさ。あれ、やるだけやるしかない。はい、必殺。なんかこれね、回復してる暇ないっすよね、もう。回復し、あ、やるしか。まあね、回復してる暇あったらもうちょっととなんかもう感覚上げしてなんかもうぶつかってしまえって感じかな。ああ前もなんかルッカー最後に残った気がするな。ルッカー先輩お願いします。いけるか。お、よし、倒した倒した。負けるなんてしょうがない。じゃあこれをやるとしよう。おお、なんかいろいろもらった。俺は戦いの神、また来るといいさ。イエーイ、勝ったぜ。よし、じゃあ改めまして行こうと思うけど、まあ、とりあえずはい。